合わせて利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合と、その改善のために訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。薬局・薬剤師にあたっては、当該居宅療養管理指導の指示を行った医師または歯科医師に対して、訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこととする。また提供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存することとする。なお、請求明細書の適用欄に訪問日を記入することとするとあります。3年度改正により、必要に応じて社会生活面の課題にも目を向けた地域生活における様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報の指示を行った医師または歯科医師に提供するよう努めてください。薬局薬剤師の策定する薬学的管理指導計画は、処方医から提供された医師・歯科医師の居宅療養管理指導における情報提供等に基づき、または必要に応じ処方医と相談するとともに、他の医療関係職種との間で情報を共有しながら、利用者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ作成されるものであり、薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載するとあります。なお、策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存します。また、薬学的管理指導計画は、原則として利用者の居宅を訪問する前に策定してください。そして、訪問後、必要に応じ、新たに得られた利用者の情報を踏まえ、計画の見直しを行い、必要に応じ見直しを行うほか、処方薬剤の変更があった場合、および他職種から情報提供を受けた場合には、適宜見直しを行ってください。薬局薬剤師にあたっては、必要に応じ処方医以外の医療関係職種に対しても、居宅療養管理指導の結果及び当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点について情報提供することとするとあります。薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導費を月2回以上算定する場合にあたっては、算定する日の間隔は6日以上とし、がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者については、週2回かつ月8回に限り算定できます。医療機関の薬剤師が行う居宅療養管理指導を月2回算定する場合にあたっては、算定する日の間隔は6日以上となります。居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあたっては、薬剤服薬歴の記録に記載しなければならない項目をスライド47から49のアーからスまでを載せています。ご確認ください。薬局療養管理指導を行った場合には、医療機関の薬剤師にあたっては、薬剤管理指導記録にスライド51のアーからカの内容を記載する必要があります。国の基準では、最後の記入日から最低3年間とありますが、後ほど説明しますスライド78の通り、記録の保存期間は定められておりますので、適切な期間保存してください。
居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬された医薬品について、医療機関または薬局の薬剤師が、医薬品緊急安全情報、医薬品医療機器等安全情報を知ったときは、原則として当該薬剤師は速やかに当該利用者の主治医に対して、当該情報を文書により提供するとともに、当該主治医に相談の上、必要に応じ利用者に対する薬学的管理指導を行ってください。現に他の医療機関または薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合は、居宅療養管理指導は算定できません。スライド53にかかわらず、居宅療養管理指導を行っている保健薬局が連携する他の保健薬局と薬学的管理指導計画の内容を共有していること、および緊急その他やむを得ない事由がある場合には、在宅機関、薬局の薬剤師に代わって、当該利用者またはその家族等に居宅療養管理指導を行うことについて、あらかじめ当該利用者またはその家族等の同意を得ている場合には、在宅機関薬局に代わってサポート薬局が居宅療養管理指導を行った場合は、居宅療養管理指導が算定できます。この場合は、在宅機関薬局が居宅療養管理指導費を算定します。サポート薬局の薬剤師が在宅機関薬局の薬剤師に代わって居宅療養管理指導を行った場合には、あからうの通り、薬剤服薬歴の記録等を行ってください。居宅において、疼痛管理のために厚生労働大臣が別に定める特別な薬剤は、麻薬及び抗精神薬取締法第2条第1項に規定する麻薬のうち、以降改定がなされた際には、改定後の最新の薬価基準に収載されているものを意味します。麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている利用者に対して、定期的に投薬されている麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱い方法も含めた保管取扱い上の注意事項等に関して、必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行った場合に算定します。なお、薬局薬剤師にあたっては、処方箋発行医に対して必要な情報提供を行うことが必要です。麻薬管理指導加算を算定する場合にあたっては、薬局薬剤師にあたっては、薬剤服用歴の記録にスライド47から49の丸5の記載事項に加えて、少なくともスライド59の R から A の内容を記載してください。麻薬管理指導加算を算定する場合にあたっては、医療機関の薬剤師にあたっては、薬剤管理指導の記録にスライド50の ⑥ の記載事項に加えて、少なくともスライド61の R から A の事項を記載してください。医師または歯科医師が行う内容になります。ご確認ください。サービス開始時についてです。介護保険の場合は、サービス開始に際しては、利用者または家族に対し、運営規定の概要、従業員の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の重要事項について、文書により説明を行い、同意を得る必要があります。契約書、重要事項説明書、
個人情報利用同意書を用いて文書により同意を得るのが一般的になっています。医療機関の皆様には馴染みがないことだと思いますが、介護保険サービスはこれらの説明と同意がなされた後でないと開始できません。これらの手続きを行った上で介護保険のサービスを開始してください。運営規定は1から7の記載事項を定めてください。3年度改正により運営規定の記載事項に一部変更があります。次のスライドからご説明します。職員の人数の記載についてです。運営規定や重要事項説明書に記載する従業員の人数について〇〇人以上と記載することが可能となりました。運営規定における従業員の職種、人数及び職種の内容について、その変更の届け出は年1回で良いことが明確化されました。虐待防止のための措置に関する事項についてです。運営規定の記載事項に令和6年3月31日までに虐待防止のための措置に関する事項を規定しなければなりません。虐待防止に関わる組織内の体制や虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を示す内容を定める必要があります。高齢者虐待防止についてです。3年度改正により、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の設備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならないとされています。経過措置が設けられており、令和6年3月31日までとされています。具体的には、虐待防止のための対策を検討する委員会の設置、虐待防止のための指針の作成、虐待防止のための従業者に対する研修、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者の配置の体制が事業者に義務付けられています。虐待防止のための対策を検討する委員会の設置についてです。事業所で定期的に開催することが必要です。また、他の会議と一体的に開催することが可能です。法人内の複数事業所による合同開催、感染症対策委員会等他の委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催することも可能であると、Q&A に示されています。委員会の協議事項は1から7の内容となっています。虐待防止のための指針の整備についてです。事業所ごとに1から7の事項を指針に定める必要があります。虐待に関する研修の実施についてです。指針に基づいた研修プログラムを作成し、年に1回以上定期的な研修を実施しなければなりません。また、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施しないといけません。研修の実施内容は必ず記録してください。研修の実施は事業所内職員研修での研修で差し支えありません。研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様、法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外部講師を活用した合同開催でも可能であると Q&A に示されています。運営規定等の掲示についてです。3年度の改正で運営規定等の重要事項について事業所の掲示だけではなく閲覧可能な形でファイル等を備え置くことが可能となりました。勤務体制の確保についてです。3年度の改正でハラスメント対策の取り組みが事業所に対して義務付けられました。
具体的な取り組みとしては、事業所のハラスメントに関する方針等の明確化及びその周知、啓発、相談や苦情に応じ適切に対応するために必要な体制の整備などの取り組みです。また相談に対応する担当者をあらかじめ定め、従業員に周知しなければなりません。顧客等からの著しい迷惑行為の防止について努める必要があります。事業所が講じることが望ましい取り組みとして、1、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備、2、被害者への配慮のための取り組み、3、被害防止のための取り組みなどが挙げられます。ハラスメント対策の取り組みとして、介護現場におけるハラスメント対策マニュアルを参考にしてください。業務継続計画の策定等についてです。3年度の改正で、感染症や異常災害の発生時において利用者に対する居宅療養管理指導の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じなければならないとされています。経過措置が設けられており、令和6年3月31日までとされています。感染症に関わる業務継続計画の策定内容に、平時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制の確立等の内容を入れて策定してください。災害に関わる業務継続計画の策定内容に、平常時の対応、緊急時の対応、他施設及び地域との連携等の内容を入れて策定してください。従業員に対して業務継続計画の具体的内容を周知しなければなりません。また、業務継続計画に基づき、研修を年1回以上及び訓練を年1回以上実施してください。業務継続計画の策定、研修、訓練は他サービス事業者との連携でも可能です。研修及び訓練は全従業者が参加できることが望ましいとされています。業務継続計画に記載する内容は、介護施設事業者における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン、介護施設事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドラインを参考にしてください。感染症の予防及びまん延防止のための措置についてです。3年度の改正において、感染症の発生及びまん延防止等に関する取り組みの徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等が義務付けられています。経過措置が設けられており、令和6年3月31日までとされています。感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会は、おおむね6月に1回以上開催してください。委員会はテレビ電話装置等を活用して行うこともできます。また、他の会議と一体的開催も可能です。委員会の協議結果については、従業員に周知徹底を図ってください。従業者が1名である場合は、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備することで、委員会を開催しないことも差し支えありません。指針の整備について、できるだけ外部の感染管理等と積極的に連携してください。感染症の予防及びまん延防止のための指針を策定してください。感染症の予防及びまん延防止のための研修および訓練の実施を年1回以上開催してください。できるだけ新規採用時には感染症対策研修の実施に努めてください。利用料についてです。介護報酬は9割が介護報酬から支払われ、1割を利用者に負担していただく仕組みですが、平成27年8月から介護保険法の改正により、
一定の所得以上の方は2割負担になり、平成30年8月から3割負担が導入されました。利用者ごとの負担割合については、介護保険負担割合相当をご確認し、適切に請求してください。また、利用料を受領した際は、明細に介護保険分であることを明記の上、領収書を発行してください。この領収書は利用者ごとに発行していただく必要があります。例えば、有料老人ホームやグループホーム宛てにまとめて領収書を発行するのは不適切です。交通費の実費を利用者から徴収することは可能ですが、あらかじめ利用者またはその家族に対してその額等に関して説明を行い、同意が必要です。また、居宅療養管理指導は、医師や歯科医師の適切な判断に基づき実施されるものであり、区分支給限度額の管理外となっております。区分支給限度額を超えても算定することが可能です。重要ポイントを記載しています。利用者の自己負担を徴収せず、介護保険の保険請求のみを行うことは、重大な基準違反となります。この考え方は医療保険でも同じであると伺っております。医療保険においても診療報酬の患者負担分を受け取らないサービスをするということは、保険医の指定取り消しにもつながる重大な違反であるとお聞きしております。介護保険においても利用者の自己負担を徴収しないことは、指定取り消しになり得る重大な基準違反となります。記録の整備についてです。従業者や設備、備品、会計に関する諸記録を整備しなければなりません。また、利用者からの苦情や事故発生時の対応などの記録も必要ですので、これらの記録も整備の上、各行政機関の条例で定めた期間、保存してください。各行政機関の条例というのは、医療機関の所在地によって、福岡県、北九州市、福岡市、久留米市の条例に分かれます。北九州市、福岡市、久留米市以外の所在地である場合は、福岡県が所管することになります。記録の保存期間についてです。提供した具体的なサービス内容等の記録は、介護報酬が支払われた日から5年間保存してください。2、3、4の記録については、福岡県、北九州市、久留米市は、記録完結の日から2年、福岡市については5年保存となっています。電磁的記録等についてです。3年度改正で利用者の利便性向上や事業者の業務負担軽減の観点から、電磁的記録等による取り扱いが明文化されました。被保険者証を除く省令で規定する書面の作成、保存等を電磁的記録により行うことができるようになりました。また、書面で行うことが規定されている、または想定される交付、説明、同意、承諾、締結、その他これに類するものについて、事前に利用者等の承諾を得た上で、電磁的方法により取り扱うことが可能になりました。電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式、その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるものを言い、具体的には、パソコンのハードディスク、CD、DVD、USB メモリなどに記録、保存された電子データのことです。電磁的記録の取り扱いについては、個人情報保護委員会、厚生労働省、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス、および厚生労働省医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を遵守してください。医療保険と介護保険の給付調整についてです。令和4年度集団指導資料指定居宅療養管理指導事業所
54ページから73ページに医療保険と介護保険の給付調整について厚生労働省保健局等から発出された通知を掲載しております。ご一読いただきますようお願いいたします。これは介護保険からではなく医療保険からの通知になりますので、その点をご注意ください。ご不明な点は医療保険の担当部局へお問い合わせいただきますようお願いいたします。本文の56ページ上から12行目、第5、医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項の2、月の途中で要介護・被保険者等となる場合の留意事項についてをご覧ください。介護保険の被保険者となった日から医療保険から介護保険の給付に変更されることになりますが、この場合において1月あたりの算定回数に制限がある場合については、同一保険医療機関において両方の保険からの給付を合算した回数で制限回数を考慮するものであることとあります。これらは例えば薬局が行う医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料が介護保険の居宅療養管理指導に月途中で変更となった場合は、医療と介護合わせて月4回まで算定できることになります。給付調整の一覧表は59ページ以降に載せていますが、一番上の欄をご覧ください。1、入院中の患者以外の患者。2、入院中の患者。3、入所中の患者に分かれています。居宅療養管理指導の対象者は1、入院中の患者以外の患者の欄になります。この表は記載している医療機関の報酬項目が介護保険の算定がある場合に請求が可能であるか、丸、×で示してあります。表の中に丸、×で示してありますが、一番左の列の医療保険の診療区分について介護保険での認定や算定がある場合、利用者に対し医療保険を算定できる場合は丸、できない場合は×がついております。例えば65ページをご覧ください。丸がついてありますが、括弧書きで同一月において居宅療養管理指導費または介護予防居宅療養管理指導費が算定される場合を除くとあります。居宅療養管理指導費を算定している場合は、重ねて医療保険の外来服薬支援料を算定できないということになります。地域加算等についてです。地域加算は離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指導の提供する場合の加算になります。地域加算等の区分は表の通りです。加算を算定するためには、通常の事業の実施地域を運営規定に定めることが求められています。このため、運営規定の概要を記載する重要事項説明書にも、通常の事業の実施地域を記載してください。なお、別に厚生労働大臣が定める地域については、令和4年度集団指導資料、指定居宅療養管理指導事業所の51ページから53ページでご確認ください。情報通信機器を用いた服薬指導の加算を算定している場合は、地域加算等を算定できませんのでご注意ください。スライド83の上から2つ目の別に厚生労働大臣が定める中山間地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する事業所が居宅療養管理指導を行った場合の加算の要件の施設基準を表に示しています。スライド84の表の1月あたり延べ訪問回数の基準については、
前年度4月から2月までの1月あたりの平均延べ訪問回数を用います。前年度の実績が6月に満たない事業所については、直近3月における1月あたりの平均を用いますので、新たに算定をし始めた事業所については、4月目以降からの算定となります。平均延べ訪問回数については、毎月ごとに記録し、所定の回数を上回った場合については、届出をしてください。また、この加算の算定においては、利用者に事前に説明を行い、同意を得る必要があります。地域加算などの届出について、事業所が県域でしたら、福岡県庁の介護保険課の指定係が担当していますので、そちらまでにお問い合わせください。通常の事業の実施地域を変更する場合は、届出る必要があることが明記されていますので、必ず所管の届出部署に変更届を提出してください。特別地域及び中山間地域に居住している利用者に対して、通常事業の実施地域を超えて、居宅療養管理指導を行った場合の注意点です。運営規定に通常事業の実施地域として特別地域及び中山間地域を定めている場合は、表記の加算は算定できないので要注意です。加算を算定する場合は、運営規定に定めている通常事業の実施地域を確認しましょう。初めて介護報酬を算定するときは、福岡県国民健康保険団体連合会に連絡し、介護給付費請求の手引きをもらってください。この手引きについては、国保連合会のホームページからもダウンロードできますのでご活用ください。もう一つ、国保連合会宛てに介護報酬の振込口座の届けも必要です。こちらについては、ホームページにはありませんので、国保連合会宛てにお問い合わせください。スライドで説明した内容は、令和4年度集団指導資料、指定・居宅療養管理指導事業所の中から抜粋して説明しました。こちらの資料も一度目を通していただきますようお願いします。本日あまり触れなかった項目もありますので、必ずご一読ください。最後に、集団指導資料、各サービス、共通の最初のページに、関係する行政機関の問い合わせ先を載せています。北九州市、福岡市、久留米市の事業所につきましては、それぞれの市の担当課へのお問い合わせをお願いします。以上で説明を終了します。介護保険制度は住民の皆様が納める毎月の保険料で成り立っている制度でございます。今後とも介護保険の適切な運営のためにご協力いただきますようお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。